る？はい、お願いします。お願いします。お願いします。あ、どこのテーブル行きます？テーブルの方がええだろ。はい、ありがとうございます。もう誰か2人待機中になってる。そうまあその1人が俺なんだろうけど。ああ、おい、うまそうじゃん。はい、うまそうですね。うまそうだな。これはもう食うのは普通に食べる。ああ、もう30分後じゃけ、まあちょうどいいぐらいだな。食い終わってみたいな。ペロでしょ。えペロでしょ。そうで、ジロー行っとったらわしはこうやってカウンターにな、うん、ボルレフトってやつがあったよ、一人。おい、ヤシカンじゃないかっつってめちゃくちゃ言うの、ほんま。おい、ヤシカン来たるんだ、言うてヤシカンって言おうたけど、うん、振り向かんかった。おい、よし、とりあえずいただきます。はい、いただきましょう。いただきます。いただきます。ちょっとマヨネーズ。はい、どうぞ。いきます。あ、これ前のあの食ったやつと全然違う。これこれうめえじゃん。あ、そう。うん、うん、あ、美味しいよ。え、パリパリだね。うん、うん、これうめえやな。うん、あれ、なんか俺ちょっと普通焼きのイメージが変わったのこれ。うん、うん、まあ、このパリパリ具合がこれうめえ。うん、なあ、うん、美味しい。ね、うわ、これ美味しい。まあとりあえずうまいもん食ったら美味しい美味しいしか言わんけえな俺ら。それを言わんかったら美味しくないってことだよ。うん、うまい。でもカメリーにとってあ、これはっていうのもやっぱあるんですね。うん、これはうんっていうの。いや、そこまでない。あ、ない。そこまでないね。うん、うん、なぜいうことじゃなくて、もう好みか好みじゃないかだけどな。もうそれだけよな。この間一丁行ったんよ。お前一丁がなんかこれ醤油が悪かったよ、なんか。あ、やっぱ年取ってきゃうんだろうな。いや、一丁は醤油がないですよ、もともと。そうかな、うん、俺あれぐらいが醤油がいいかったんだけどな。まあ、もっと濃いのとかチョイスしときますが。濃いのはいけん。一丁がちょうどええのいうぐらいのやつを。なるほどな、うん、また一丁が美味しくなるよな。これうめえ。うん、これ美味しいよなあ。うん、あ、ちょっと俺イメージ変わったもんな。あ、ありがとうございます。ちょっと西側じゃな、薬科大学の前のとこだけ。やべえ、うまっ。店長、これうまい。うん、めっちゃうまい。これ全然違う。俺うまい。うん、すっげーうまい。このパリパリ感が最高。これはいいと思うよ。ほんまに。うまい。うまいだろ。やっぱりこう全部見てもうまいって言うんで、あの本当の本音が知りたいなっていう。うまくない時はあんまりうまいの回数が違う。全然違う。回数を見てくれた。大体うまいの回数が多いとうまい。あの最近こう気になってた名前があって、エイジュン。エイジュン。あ、エイジュン。あれ美味しいですか。あれはうまい。ほんですか。うん、僕も行きたかったんですけど、ちょうど行かれてたんで、うんうん、あ、見た時に、僕も見たことになったんですよ。あれはほんまにうまいよ。そうですね、うん、結構ラーメン行くんですけど、あの、本当そういうのがで見れると、うんうん、あその場でこうね、うん、やっぱり美味しいとか分かればいいかな。好みよ、やっぱりそれも。ちょっとあっさり系の尾道、尾道ラーメン。やっぱ濃いのが好きな人は、ちょっと物足りんかも。あ、美味しかった。美味しかったですね。うん、
ほんまに美味しかった。美味しかった。うん、全然宇宙焼きのイメージ変わった。